こんにちは、速稼塾の久保です。ちょっと返信がうれしくてすみません。今回の動画はですね、一般公開してるんですけども、実はですね、私の視聴者さんであり速稼塾の塾生さんである今回 F さんに、F さんですね、 F さんに対しての返信動画になります。内容はですね、今のコロナ自粛のことと、あとはね FX のことをちょっとお話ししようかと思いますんで、ちょっとね自分には関係がないかなってことはここで動画の方離脱されてください。それでですね、 F さんにメッセージをお届けします。まあ四国の方ね、走っていらっしゃってて、まあいろんなお店が閉まってると思うんですよ。特に四国といえばうどん屋さんがまあ有名なんですけども、そのうどん屋がね軒並みパパーッと閉まってるとちょっとね怖いもの感じますよね。ローリングストーンズさんも今その新曲を出されてからですね、ゴーストタウンで生きていくみたいなタイトルだったと思うんですけども、世界中の主要都市が本当に人も歩いていない、あの核戦争後の地球かみたいなね、文明が滅びた後の地球なんではないかなっていう風な、そんな風景とともに曲を歌ってるんですけども、私もちょっとね不気味なのを感じますよね。で、人間がいなくなったわけではなくって、本当にね、あのせっかく作った街角とか観光地に人がいないっていうのがこれだけ寂しくって、これだけね、地球ってものを冷えさすんだなと思ったらね、ちょっと怖いような気がしますよね。まあ、ただ私たち人類から見てるとすごくね静かになった地球って感じがしますけど、もしかしたら私人類以外の地球から見ると人間がいなくなってせいせいしてるのかもしれないですよね。今回そういった怒りも込みでこういった状態になってるのかなと思う人もいますし、まあ私はねどちらかというとちょっとこれは過剰反応しすぎなんじゃないかなというところで、まあ慎重になりながらも、また別の問題が起きてるなというふうに感じているんですよ。これを一言で言うと、救える命以上に失われている命があるっていうふうなね、そんなフレーズが浮かぶんですけどね。でここにも書いてますけども、お知り合いの F さんのお知り合いの飲食業を幅広くやっている人は新店舗の家賃が払えないということで、クラウドファンディングとかね打つ手をやってますけども、今ねほとんどの方にお金を払う力がなくなっちゃってるんで、本当にお金集まりにくいんですよね。でもそんな中でもビジネスで勝っていく人っているんですよ。これすごいなと思いますよね。で私もまあ負けないようにやっていかないといけないなっていうことと、まあ、私は速稼塾っていう塾を運営してますけども、やっぱりね塾生さんを少しでも稼がせるっていうミッションがありますので、ビジネスをやりたいとかね稼いでいきたいって方には精一杯 FX をはじめとしてアフィリエイトでも転売でもお伝えしていく所存でなんですけども、やっぱりねなかなか厳しいですよね。ビジネスで勝ち切るとかね、投資で勝ち切るっていうのは厳しいんで、だからこそ誰にでもできることではないからこそ、ね、F さんだけには買っていただきたいなと思いますし、私のところに思いを込めてメッセージくださった方だけでも買ってほしいと思うんですよ。全員が全員勝つことはできませんけどね、私につながる方は一人でも多くの方を勝利に導いていきたいと思いますし、私にはその力があると思いますんで、私を信じてるんだったらちょっとね、行動してもらいたいなと思うところがございます。はい、次ですけども、僕も今やれることをやっていこうと思います。そうですね、最悪の時こそ最善を尽くしていきましょう。そして例の返礼品なんですけども、これがあるうちにちょっと楽させていただいてるうちに依存せずに本当の自分の力をつけていかないといけないなと、本当にね私もね常々痛感します。で今回コロナ融資っていう緊急融資が出されてますけどもね、こちらの方も今しかないやつなんで、ズバッと使ってさっと利益を出してパッとね戻していこうかなと思ってます。本当に今しかないものっていうのは今しか手に入れられませんし、しっかりとキャッチしてそれをね自分の人生につなげていくと、今しかないものってのは本当に今だけなんで依存することができないんですよね。でどんなことも終わりを迎えたりとか変更がありますんで、一つのものに依存するってのは本当に危険だなと思うわけなんですよね。この辺はちょっとね F さんにしか意味が分かんないと思いますけども、でエントリーの方なんですけども、同じようなね考え方が交錯するとちょっと励みになりますよね。そういう意味も込めて私はね伝わりやすい言葉で今年はお伝えしてるんですけども、F さんと同じように今日は勝てましたみたいな方がねちょくちょく出てくるんで、私も励みになります。で特に昨日今日と N 字でねこのレンジを超えた後の N 字が連発して全部当たってますんで、月火水と利益を取られた方は結構いらっしゃるんではないかなと思います。何通かメールも届いてますけどね、儲かりましたとかね。でロットを増やした人が儲かっているのは本当すごいなと思いますよね。今私が1から5でロットやってるんですけども、時には8とかね調子に乗っていく時もありましたけども、なんとロット1の人がついに現れてきて、これロット1になると軽い日当が出ますからね。で月火水で十数万とかっていう利益を上げられたんじゃないかなと思います。はい、そういうのもね励みにしてやっていただきたいと思いますんで、これからねたびたび実績っていうのも報告していければ皆さんのリアリティにもなるのかなと思いますよね。で
もう重きはね、プレミアムの要所をノートに手で書いてまとめていくってことになります。やっぱりね、ノートを手で書くっていうのはいいですね。あの確認ができて、はい、でいろいろとプレミアムの方でね、右行ったり左行ったりもあったと思うんですけども、やっぱりね、基礎がしっかりあればもう基本的にそれで十分なんですよ。専門用語を覚えてデモトレードしばらくやって、それからちょっとの勇気をね、自分の中で使っていけば勝てるようになります。で、時間がかかっても勝てるようになるまでやめませんってことなんですけど、本当その通りなんですよ。ただその時間をかけるっていうのも10年をかけたらね、かけすぎなんで、まあ長くても3年とかね決めて、そして1年後にはこのぐらいになってるぞとか、半年後にはこうなってるぞっていうふうな明確な数字的な目標とか、具体的にはどのぐらい金額儲けるのかってことなんですけども、そういうのを設定しながら逆算して今日の行動量っていうのをね、算出していただければと思います。そういうのもね、もしご相談があれば一緒に考えていきたいと思いますので、よろしくお願いします。それではメッセージありがとうございました。じゃあ明日も頑張ってください。自粛モードでね、嫌になっちゃいます。